これいいサイズ。なんだろう。わわわわわ。潜る。よし、入った。よいしょ。は。どうも、ちぬこチャンネルです。いよいよ夏本番ということで、今回は夏休みっぽく海釣り公園でのんびり釣りをしたいと思います。たくさん釣れたら車中泊で海鮮丼を作る予定です。サビキのカゴ持ってきました。それからラマカリ、これつけるとね、キラ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 って水中でするので、アジとかイワシとか寄ってきやすくなります。あ、来た。お、アジ。一頭目から来ました。アジ。サバもいた。お、お。お、お、お、お。2匹かかってない？これ。うわ、違う、なんかでかいのかかってた待って、あ、なんかね、青もん、あ、青もんが2匹もあ、1匹か。あ、切れた。あ、切れた。無理だよね。仕掛けごと持ってかれちゃいました。よいしょ。やばい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 、ドラがすごい。よっしょ。え、なんだこれ。え、何、何かわかんない。効かないな、あんまり。おお、引いた。おお、おお、弱るのを待つ。弱った隙に巻く。よいしょ。バラしたくない。お願いお願い。結構水深あるんだよな。お先下げたらバラすな。あとラインブレイク気をつけないと。見えてきた？姿見たい。あ、見えた。えい、やっぱり。やっぱりね。尻尾がないな、あのえい。なんか来た。久々になんか来た。なんかヒット。手長エビで、おお。はい、いいサイズ。ハタですね。大物ハタ。よし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 。あ、やった。やったやった。はい、小さいマダイ来ました。めっちゃいいキス。めっちゃでかい。ヘダイちゃんです。
おお。おおおおおお。やばい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 。これいいサイズ。なんだろう。おおおお。お、来た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 。わわわわわ。潜る。おお。お。あ、青もんだ。あ、やばい。やばいやばい。やばい。よし。よっしゃ。はあ、よし入った。よいしょ。はあ、よっ。よいしょ。はあ。これはツバスだな。やっぱり海釣り公園は何でも釣れるね。本当に魚種豊富。いろんな魚釣れる。面白い。やった。わーい。サバ締めるのはこサバ織りです。お風呂とスーパーに寄ってから車中泊スポットに到着しました。今日はいろんな種類の魚が釣れたので、今からパパッと料理していきます。その前に、はい、いつもはアサヒスーパードライなんですけれども、今日はちょっと違うビール買ってきました。オリオンビール。今日も楽しい釣りができました。乾杯。これ小魚ミックス、ビールのおつまみに買ってきました。アナゴ、イワシ、アジ、キビナゴ、カレイ、カワハギ、カニ、めちゃくちゃ種類豊富。これアジだな。ゴロッと大きいの入ってました。甘辛、ごまの風味効いててね、噛めば噛むほど魚の味がしてきます。カニ、めちゃめちゃカニ、あーうまいね。今回の戦利品はこれ。ヘダイ、サバ、ハタ、ツバス、キス。海釣り公園の良さはこれだけいろんな種類の魚が同時に狙えるというところですね。上がってくる魚の種類が多いのでめちゃくちゃ楽しかったです。今回はこの大量の魚を使って海鮮丼を作っていきます。さばきます。一口サイズになっちゃった。一応半分で切ります。サバはね、お腹の中結構臭いからなるべく傷つけないようにさばいていきます。よし。サバは大きくなればなるほど脂が乗って美味しくなる魚です。なので小サバが釣れた時は唐揚げにして脂を足してあげるといいですね。おこげができたけど美味しそうです。お刺身をご飯に盛り付けていきます。何からいこうかな。彩りに大好物のネギトロ、スーパーで買ったイクラ、そしてさっき切ったネギ、わさびをのせて、できました。海鮮丼の完成です。めちゃめちゃ美味しそう。お味噌汁も作ります。魚の骨、アラを入れます。全種類の骨入れるんできっと美味しい出汁が出ると思います。沸騰しない程度に沸かしていきます。インスタントのお味噌汁の素、生姜チューブ、魚のアラで取ったお出汁を入れます。すごいスープに油が浮いてますね。余ったネギもたっぷりのせて、はい、インスタントアラ汁完成です。どうですか？めちゃめちゃ美味しそうでしょ。これはたまらんね。直接いっちゃおう。いただきます。まずはね、お味噌汁からいきますね。うわー、すご
ごい出汁出てるよこれ。あうーん、うわもう全然別物ですねこれ。お寿司屋さんとかで出てきてもいいと思う。生姜チューブ入れたんでさっぱりしてます。うん、あらもう美味しい。こっちに夢中になっちゃった。メインはね海鮮丼です。どれから行こう、ほんと迷うな。キスのお刺身から行きますね。めちゃめちゃ甘くて美味しいですね。うん、うまいね。やっぱり自分で釣った魚ですからね、美味しさが2倍3倍と倍増してます。うまい。ごちそうさまでした。海鮮丼もあら汁もめちゃくちゃ美味しかったです。今日は海釣り公園でね、本気の五目釣りをしてきました。暑かったので4時間ぐらいしかいなかったんですけれども、サビキ釣りでアジやサバ、落とし込みでハタ、青物、タイなんかも釣れて、すごい魚種が豊富でね、めちゃくちゃ楽しかったです。欲を言えばね、泳がせ釣りでエイ以外の大きな魚が釣れていたらもっと良かったかなと思います。最近はこのようにね、釣り車中泊の動画が多かったんですけれども、今後はもうちょっと冒険っぽい釣りをする計画も立てています。今後もちぬこチャンネルでは釣りやアウトドアを楽しんでいきます。ご興味のある方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画制作の励みになります。その他のおすすめ動画も見てみてくださいね。